皆さんこんにちは、中里依紗です。今日は私中里依紗の楽屋ルーティーンをご紹介したいと思います。これはしてたのはフェイスシールドですね。最近主流になっておりますフェイスシールド、これは本番以外の時はずっとしているというフェイスシールドでございます。フェイスシールドをねしすぎて最近自分の体と一体化するみたいな現象が起きてまして、飲み物飲む時もちょっとぶつかっちゃうんですよね。ちょっとぶつかって、フェイスシールドしてたみたいなちょっと現象が起きてるんですけども、そしてちゃんと楽屋に戻ったら手を洗って、もうそれは完璧ですね。100点満点です。中里依紗さん、さすが女優ですね。ドラマの現場では女優で OK ですよ。ありがとうございます。そして足を上げますね。やっぱりむくみは大敵なので、やっぱり女優むくみダメ絶対、むくみダメ絶対、ダメ絶対むくみ、どっちだ、どっちでもいいか。まあとりあえずそういう感じで携帯をチェックして、もう女優さんの楽屋の過ごし方というのはこれまあ私のやつは本当にね、多分女優さんの過ごし方っていうかことでは 100% はないですね。多分私の考える女優さんの過ごし方は多分アロマを焚いたりとかしてると思います。私アーモンド食べてますからね。アーモンド食ってる、寝転がりながら食ってる女優、君しかいないよ。ずっと何かぼーっとどっか見つめてアーモンド食ってますよ。なんだこれ、ゴリラの餌やり、餌食べ観察日記みたいな感じだな。ゴリラってさ B 型みたいなのね、全部。でも私も B 型だからさ、ゴリラかなと思ってゴリラにした。うん。そして赤棒、これはこの間紹介しましたね。やっぱ足のむくみに対してすごくコンプレックスがあるみたいですね、この人、この女。多分足のむくみ本当に嫌いなんだと思う。こんだけ持ち歩いてんだもんだって。やって何をするんだろうね。次また見るよ。だピントチェックだよこれね。えちゃんと靴ぐらい履こう。え、な、何この、え、これ何、さっきの静止画何、なんか首だけなくて、なんかカメラに気づいたゾンビみたいな感じだったけどはい、それで編集するんですねこれ。多分最近撮影も始まって自粛が解けて家おうち時間がちょっと少なくなってきて編集が間に合わないんですね。こういう時もしないとちょっと間に合わない。口もぐもぐさせてるけど、多分ねこれね、さっき食べたアーモンドが詰まってるんですよ、口に、歯に。アーモンド美味しいんだけど歯に詰まんだよね。で多分ね、多分これね、首のシワ気にしてん。ちょっとパソコンって反射して自分の顔をたまに映るじゃん。それにちょっとなんかアングル的にちょっと嫌なんだと思う。これマネージャーさんにアイスを買いに行きたいから、一緒に行こうぜっていうお誘いの電話でしょうかね。大丈夫？大丈夫？って言って、OK、うん、マネージャーさん、ありがとう。はい、大丈夫。はい、はい、はい、はいってマネージャーさんを呼びつけて、一緒に行こうぜって言って、アイスを、アイス食べようぜ。マネージャーさんね、密回避のためにあの楽屋にはいらっしゃらないですけども、はい。これはですね、コンビニスタイルでございます。さすがにちょっとフェイスシールドをつけてだとちょっと目立つでしょ。だからちょっとこちらの方で行って、もう早いな、帰ってくるの。帰ってきて、帰ってきたら偉いですね。手洗いうがい、ありがとうございます。100点満点、もうさすが女優って感じでございます。持ち込まないウイルス、さようなら、ダメ絶対という感じで、はい、早速パルムを実食。美味しそう。なんかさ、いつもさ、なんかそのパルムとかなんか食べるとき、なんか物を食べるとき、絶対さ、私絶対成分表とかなんか絶対カロリーチェックすんの。なんでカロリーチェックすんだろうね。絶対さ、パルムとか毎回変わんないじゃん、カロリーさ。なんでか毎回一緒のカロリーなのに、なんでチェックすんの。なんだ、一緒に食べるみたいな、みんな一緒に食べる？パルム食べよう
一瞬食べよう。アピール？パルム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 食べるかい？君君。パルム？パ、パルム？パルム？パルム？パパパルム？パパ。振り向きパルム？右からパルム？左だ。右からパルム？みたいな。そういうちょっとダンスも。はい。ネタがないんだろうね。もう YouTube の。じゃあ何やってんの？ほら、この間もさ、自撮りしてたじゃん。割と自撮りしがちっていう。でもなんでさ、ちゃんとし、なんかちょっと漏れるフィルターじゃないの？なんかウサギとか猫とかクマとか犬とかさ、そういうのにさ、って慣れてピカピカみたいなやつでさ、撮ればいいのに、なんで変なのに撮るんだろう、この人。女優だよ。悪口言ってんの気づいたん？こっち見てるけど。女優だよ、あんた。女優だからね。ちゃんとしてよ。ちょっとさ、なんか、それさ、舐めるのやめようよ。でもさ、名残惜しいんだよ。私、本当に、前なんかのバラエティで、アイスすごい早食いみたいなのやったんだけど、本当に早いのね、私。アイス、めっちゃ早いの食べるの。パルムのさ、バラエティパックとかさ、箱パックとかさ、家族ファミリーパックか。もう秒で食べれるから、本当にやばい、あれは。全部、ファミリー分食べちゃう。それぐらい。あ、やっと。皆さん、ご覧ください。やっと女優っぽいことし始めましたよ。セリフのチェックをしております。え？終わったんだけど、早くない？え？編集？編集すんのはまあ、YouTuber だからまあ、しょうがないけど。編集し、え？え？編集も終わったんだけど、あ、えらい。あ、やっぱり YouTuber より女優を撮ったみたい、この人。女優を撮りました。本業は女優なのか？女優か？寝てるぞ。これは寝てないか？目開いてんの？狐さんなの？どっちなの？目開いてるか開いてるか見えない。やっぱり、待って。台本閉じんの早いし、寝てるし。ねえ。台本読もう。多分お腹いっぱいになって眠くなったんだろうね。赤ちゃんかよ。ねえ、これ完全寝るじゃん。ねえ、寝るセット持ってきてんじゃん。ねえ、おやすみなさいじゃないから。もう完全に巣作りしてますよ、この人。ああ、もう大変ですね。とりあえずもう、はい。じゃあ、さっさと寝てください。あ、これね、髪の毛かき上げましたよね。今、ちょっと一応気使ったんですね。あなたまだ撮影あるよって気を使ってから。ちなみにこちらの毛布はですね、ラッキーセブンの頃から愛用しています。かれこれ9年ぐらいですかね。意外と物持ちがいいですって。なんかね、私毛布をミイラみたいにぐるぐる巻きにするのが大好きなの。自分の、なんか寝袋みたいな感じ。ぐるぐる巻きにして寝るのが大好き。おやすみなさい。おやすみなさいじゃなくて、台本読んで。お前は忘れないで、女優。はい、皆さん今日の動画もいかがだったでしょうか。今日はですね、空き時間っていうのがあるんですよ。どういうふうにこう過ごしてんのかなみたいなのをちょっと皆さんに今日はお伝えしたかったんですけど、まあ大体寝るか食べるかしかしてなかったですね。はい。で、今のこう通常営業はこちらもフェイスシールドをしてから仕事に行くっていうのがちょっと通常営業になっておりました。こちらの方に私のお名前も、どけてんな、私のお名前も、お名前入りですね、お名前が書いてあります。このフェイスシールドをして本番になったらこれを外してお仕事をするということで、基本的には本番以外はずっとこのシールド内で女優をしているっていう感じでございます。今回の動画はですね、まあ、カメラを回してるんですけども、基本的にほぼ本当です。本当よりすごくいい風に撮ってるかもしれない。あ、嘘か、嘘ってことか。じゃあ本当よりいい風に撮ってるってことは嘘ってことですね。はい。今回の動画も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そして、最後にグッドボタンもお忘れなくよろしくお願いいたします。
はい、皆さんもソーシャルディスタンスでお仕事を頑張ってください。中里沙でした。バイバイ。